ハーグにある裁判所の建物、建物正面建物側面旧ユーゴスラビア国際戦判法廷は国際連合の安全保障理事会決議827によって1993年5月に設置された旧ユーゴスラビア紛争の戦後処理を目的とした国際司法機関。正式名称は1991年以後旧ユーゴスラビアの領域内で行われた 国際人道法に対する重大な違反について、責任を有する者の訴追のための国際裁判所。旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所とも言われる。2017年12月21日に、閉廷式典が開かれた。合計161人が訴追され、有罪判決が下った受刑者は、幾つと協定を結んだ、欧州14カ国で収監された。召喚された証人は、 約4650人、起訴状や、判決文は、約250万ページに達した。今後は、1000人以上いた職員が半分以下に減って、残務処理を行い、ラドバンカラジッチラに被告の控訴審は、国連の国際刑事裁判メカニズムが引き継ぐ。ハーグ・イクティは、主に裁判局、検察局、そして、初期局で構成され、およそ1200名のスタッフが働いていた。 裁判局は裁判官とその補佐たちが含まれる。この法廷には3つの裁判部と一つの上訴裁判部がある。裁判部の裁判長は上訴裁判部の裁判長も兼ねている。2005年よりイタリアのファウスト・ポカールが裁判長を務めている。それ以前の裁判長はイタリアのアントニオ活性ゼが百九十三年から百九十七年まで。 アメリカのガブリエラ・カーク・マクドナルドが1997年から1999年まで、フランスのクロード・ジョルダが1999年から2002年まで、アメリカのテオドール・メロンが2002年から2005年までとなっている。初期局は法廷での記録、文書の翻訳、被告人や証人に対する通訳、広報だけでなく、経理や人事など、イクティの運営を担当している。 また、後半中に交流される被告人に関する事柄や、弁護のための費用のない被告人に対する補助なども担当している。現在の初期長は2001年からオランダのハンス・ホルティウスが務めている。それ以前は、1995年から2000年まで、オランダのが、1994年2月から同年12月までは、オランダのテオファン・ボーベンが務めた。 検察局は犯罪捜査や証拠収集、基礎等を担当している。現在の検察局を率いている検察官はベルギーのセルジュ・ブラメーツである。それ以前はベネズエラのラモン・エスコバル・サロムが1993年から1994年まで、南アフリカのリチャード・ゴールド・ストーンが1994年から1996年まで、 カナダのルイーズ・アルブールが1996年から1999年まで、スイスのカルラデル・ポンテが1999年から2007年までとなっている。カルラデル・ポンテは2003年まで、ルワンダ国際戦犯法廷でも検察官を務めていた。高菌系級ユーゴスラビア国際戦犯法廷は国内裁判所に優越する。ありがとうございます。